はい、ダラニです。レオハイ、タイトルにもある通り今回も無事勝てました。で、出した3人の馬娘が、画面に出てるんですけど、まあ一応魔改造した短距離、本当はね S が良かったんですけど、まあ A まで一応頑張って、で、夏馬娘をその代わり20丸まで取って、まあちょっとスピードなんとかならんかな的な L ですね。で、この子が一番今のところ勝率良かったんで、まあ頑張ってほしいなって感じです。で、次の大輝がパワーがガチへこみで、なんかそうなんです、ここだけ心残りなんですけど、地固めセットを積んでて、まあまあ前に頑張っていってくれみたいなタイプですね。実はあんまりやっぱパワー不足なんかあんま勝ててないですね。で、最後のオグリが、このオグリもまあまあ勝ってくれるんですけど、やっぱ賢さがね、線届かなかったみたいな感じですね。でも、アイネス風神がスリップストリームと遊び屋おしまい両方持ってきてくれたんで、まあまあまあ、スキルはそこそこいいんじゃねみたいな。で、大輝とオグリは、短距離 S に持ってきました。てな感じで見ていきますよ。8番人気は8番エルコンドルパーサー。ゲートを開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは5番相手セッティ、藤木セッティ、エルコンドルパスター。タイ通りの結果を出せるか。1番人気7番オグリキャップ、エルコンドルパスター。ペースが速い。冷静さを取り戻せるといいのですが、5番タイキセッティ先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのはエアグレーブ、3番手にカレンちゃん、1番オグリキャップ。並びかけてきた。差がなくエルコンドルパスター。外目をついて4番タイキシャトル、間もなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まると。まだ1番以上の差があると。ここから捉えることができるのか。タイキが頑張ってそうなんですね。上がってくれるんですよ。エルガンジガナドール、これでガーンってね、先頭に出るんですよ。戦争に変わった。私の全力だ。行動する。200を通過。並びかけてきたのは1番って感じなんですけど、実はここで戦争に立った5番大輝シャトル。1位は大輝とオグリで、エルはなんかどっかで抜かれてたみたいですね、はい、よし。 お腹が空いた、はい、という感じで、まあ本当は L に勝ってほしかったんですけど、いやもうそんなこと全然 OK っす。あ、L は残念ながら4位でしたけど、1位2位でオグリと大輝が勝ってくれました。はい、こんな感じです。先月に続いて初の連覇をできちゃいました。はい、皆さんも来月頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。あとギターチャンネルもやってて、馬娘の曲もなんかちょこちょこ弾いてたりするんで、興味ある方はぜひそっちも遊びに行ってください。終わります。ご視聴ありがとうございました。